ということで、えー、でお待ちかねです、えー。ゲストにご登場いただきたいと思います、えー。ジョホールバルの歓喜といえばこの方です。はい、岡野正之さんです。岡野さん、<laughs> ごだらください。岡さ今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願い,いします。じあそれではあのお座りください。はいはい 今、炎のユニフォームの話をしてたんですけども、このユニフォームは、まずどんな印象だったでそうです、最初はやはり違和感ありましたけども、えなんですか、その話じゃなくていいですよね、最初、着た時の印象ってことですか、それもいいです続けてそうですか、すみませんね、いや、かっこいいですね、かっこいいです。 最初は昔の日本代表とかよく見てたので炎が入ってることなかったので最初、選ばれたときに炎が入っているときは違和感あったんですけども着ているとだんだんかっこいいなっていうふうに今日は実際に実はそうですね昔のも一応持ってきままさにあの試合で着た当時のやつなんですけどただ、ありがとうございます。 ただこれ、あのアシックスだけど、大丈夫ですかね、そこが大問題だなっていう、ちょっと、一応大丈夫にします、一応大丈夫します、ありがとうございます、これ、どうじゃ着心地はどうだったんですか、ちょっと今とやっぱり、ものすごい汗を吸い込むといすねやっぱり生地が全然違いますね、これも背番号とかも。 どんどんこう剥がれてきてしまうという、うん、はい、ええ、ああじゃあもう全然品質が今の、ええ、歴史があるなと、二十年前だ、はい、わかりました、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ早速当時のお話をですね、はい、伺っていきたいです、ね。そうですね、はい、まずですね、えっ、ー、とちょっと、えーえー、当時を、えー、あまりご記憶ない方とですね、すねはい、あとはまああのちょっといろいろ忘れちゃったなという方がいらっしゃると思いますので。 えっと当時のまずこの予選のシステムも簡単にちょっとうしょうさん説明していただけますか。A B 組に分かれてて、そうですね。日本が一緒だったのはサウジアラビア、はい。あれ韓国、はい。えっとウズベキスタン、カザフスタン、サウジアラビアですね。そうですね。あごめんなさい。アラブ首長国連邦ですね。UAE ですね。UAE ですね。はい。でえっとこのうちの一位は出場、そのまま出場し。 2位になると、はいえー、同じあの隣の A 組の2位同士が、えー、第3代表決定戦でプレーオフをやってこ、はいはい、れが結果的にイラン戦だったわけですねさらにそこで負けてもというか負けると、えー、当時でいうとオーストラリアオセアニア代表と、はいえー、最後のプレーオフをホームランの上でやるという。はいはい 開示でした、はい、そあと予選の方式が、えー、と今では当たり前になってるんですけど、えー、当時としてはまだ、えー、なかったホームアン、完全ホームア,ンアウェー方式だったわけですね、はい、あの過去にもその、えー、やり方を取ってた時代はあったんですけども、やはりあの東西に広いアジアということもありますし、いろんなまあ事情でそれが。えー 継続的にはされてなかったんですねで、はい、この時も、えー、っと本当は10月の末ぐらいを中心にセントラルいわゆる集中開催という形でどっかに国を全部集めてやるという予定にはなったんですけども、はい、まあ,あのいろんな政治的な駆け引きがあってですね、まあ、日本も当然あの中東ではやりたくないとかですね、はい、中東からすると東南アジアとかあの東にあんまり行きたくないとかいろんな駆け引きもあって、うん、最終的には おそらくですけど、FIFA が困って、国際サッカー連盟が困って、ですね、えー、もうあの公平なようにホームアンダーウェイで全部やれというふうな回答が、えー、ともう本当に直前に5月ぐらいに決まった、はい、そこからバタバタと日程を決めて、この予選に入っていったという、ね、そういう流れだったんです、ねはい、岡田さん、ちなみにこのホームアンダーウェイになったのが分かったときにです、ね、はい、これ、戦い方というか、まあ、どんなようなご印象だったですかそうです、まあ、当時は そうですねあまりそのアウェーにですねその警備とかもあまりいなかったりですねはい、はい、非常にアウェーは大変だなっていう印象があったんで、うんはい、まずカザフスタンとか、うん、っと行ったことない国でしたし、はい、多分日本のジャンボ機が初めてあの着陸したって言われてましたし現地の空港の方が、うん、ジャンボ機が降りてですね、はい、あのタイヤを見たことないということで。 タイヤ皆さん出てこられたりとかタイ大きいすごいなと思ってそういう感じでもうアウェー行くと本当にその、はい、非常に完全アウェー感だったという,う今みたいに警備されてなくてですね、はい、スタジアムにこう入ると、はい、カザフスタンの時はなんかこうバスから降りたらですね、はい 向こうのアウェイのサポーターの方がずらーって花水作っていただいてて。やっぱ日本代表人気なんだなと思ったらですね。はつ、い、唾を引っ掛けられたりですね。<ー>全然違った。えー、非常に大変な思いを。はい、しました、ね。本当のアウェイだったんですね。はいはい、で、これ振り返る、まあ、イラン戦に行くまでの童貞をちょっと振り返ると、まあ、一つポイントになったのが、えー。韓国にホームで負けてしまったと。で、まあ、あの、後ろさん、ここ、はい、えっと、まあ、交代術の一ゼロで勝ってる段階で。はい えー、選手を入れ替えましたあそこがやっぱり綾だったんですか、あのー、僕自身はその、まあ、いわゆる鴨さんの采配だったんですけども 1>,、はい、1点リードして、えー、そんなに長い時間様子見ずにあの秋田さんディフェンダーを1枚増やしそうとしたんですね、はい、で増やしたんで、まあ、それはそれで、まあ、手としてはありだなと思ってましたけども。ええ その増やす時にです、ね、あのベンチから秋田、あの選手をマークしろと言っていた韓国の選手が、はいえー、秋田さんが入る前に変わったんですよあ<ー>引っ込んでしまったんです。はい、で、えー、っとこれはちょっとあの、まあ、後から取材した結果も含めたの話ですけども、はい、この時に交代の、まあ、様子を見ていた秋田さん本人もそうだし、えー、っとコーチ当時コーチだった岡田さんも。 え鴨さんに対して本当にこのまま秋田を入れていいのかっていう確認をしてるん,したんだそうですでその時はあのそのままでいいという形で入ってまあ,あの入った秋田さんもちょっとこうどう自分のポジションを取ったりいいとか誰を捕まえたらいいのかっていう混乱もあったっていううな話は後から僕は聞きましたそうですかそうでそれいうでかそうですあそうですかそうですかそうかそうでかそですかそででですかそうで 評価を非常に厳しく当時、はい、メディアがしてましたね逆転されてしまったんですよね、その後あとは。で、やっぱりこのあたりから、やっぱりチームの状況というか、相当厳しいというか、はい、あれ雰囲気的にですね、はい、やっぱり追い詰められていくそんなような感じになってきたんですか、はい、そうですね、このホームの韓国戦で、山口元さんがすごい素晴らしいループシュートを入れて、私、あれ、メンバー外でスタンドで見てたんですけども。はい あのループシュート入ったときは、これは勝ったなと思ったんですけども、あそこで逆転されたということで、非常にちょっとこうチーム的にもキーが落ちたというか、やはり韓国、強いなという感じになってしまって、ちょっと引きずりましでもその後、結構、チームを盛り上げたりとか、そういったようなこともとそうですね、あのー、本当に非常にもう注目されてた、初めてワールドカップいけるかという大会だったので、結構皆様が批判的になってきてですね。 選手も結構落ち込むというかちょっとこううなんんですか胃薬を飲むぐらいの感じだったでも私だけは元気でしてていうのは私はね一度も出してもらえなかったことに頭きてたのでなんで出さないんだという感じだったので怒っていたという感じですか怒っていたというか代表に選ばれているだけでもありがたいんですけどもなんで出してもらえないんだろうなということがあったので。まあ ととにかくちょっ落ち込んでたので私がバスガイドやったりとかですねバスガイドですバスガイドやったりというのがチームを盛り上げようってと例えば移動中に六本木とかよく通るので東京プリンスに泊まってたので六本木通る時に右手をご覧くださいとあそこが私がよく飲んでた店でございますとかそういうこと言いながらですねちょっと笑わせながら。 あのホテルまで帰ったりとかはしてましたね。そ,はい、その中でこう一体感ってやっぱり高まってきましたか。いや、それで高まったのは。<laughs> <laughs> まあ岡田さんはずっとこうって目が開けて、その睨みつけたん、ね、<laughs> ですなんかあのホテルを、なんか廊下を、なんかダッシュしてたって話もちょっとちらほら。いや、ダッシュしてたというかですね。<laughs> ええ、あの、うん、ウェイ行くとですね。はい、結構その向こうの。まあ、王様命令じゃないですけども。はい、まあ、日本は一応こう栄養士さんとか。はい。 あのついてきてくれるんですけども、はい、王さん命令で現地のものを食べなきゃだめだってなりまして、はい、で日本の会だけこう機関陣持ってる向こうの兵士、ね、さんが立たれてて、はい、結構すごいプレッシャーを与えてきてですね、はい、ルームサービスなしとか例えば無言電話が必ず夜中にかかってきたりとかですね、はいはい、いろんなことやられてまして、はい、で負けちゃいけないっていうことで,、はい、で私は廊下を。はい ちょっと上だけ裸で兵士の前をダッシュしたというそしてちょっと兵士さんが笑ってたというそういうのはやりましねそれでちょっとアウェーな感じがするんではい。それは効果あったんですか効果はあまりピッチにはなかったと思いますその兵士さんたちだけには通用してたと思いますけども笑ってくれたわけですねでこの流れをたどっていくと次 ウズごめんなさいウベキスタンと引き分けて、えー、岡田監督に変わりますカザフスタンと引き分けてカザフスタンとごめんなさいカザフスタンの後にカザフスタンあそうですね,ねはいはい、えー、こちらですねこちらですねはい、はいえー、ここはどんな感じだったんですか牛尾さんあの、はい、あのこの時は僕はこれあのアウェイの二連戦でカザフスタンウズベキスタンでで僕は 日本に残ってたんでですねでもう1人の担当記者が現地に行っていてでまあこれ、締め切り時間の関係もあったんですが、まあ、当然、日本の夜の時間であ、はい、あのまあ、これ、あの他の新聞社も全く同じだと思いますけど、えー、最終版の1個手前の新聞と最終版のは全く違う紙面に多分なっているはずです。つまりその監督の更迭っていうか、まあ 解任するっていうニュースは試合のあとしばらく経ってから入ってきましたから、はい、で最初にもう今でもよく覚えてるのはその現地に行ってた田中さんという記者が電話してきて、はい、でなんかもぞもぞ言ってるんですね電話の向こうでよ、牛尾さんは当時は東京,で受けて東京で原稿を受ける立場だったんですけど1時間後ぐらいになんか会見があるかもしれないんだけどって言うから、はいはい、えっと思って。 いやとりあえずそう現場行ってくださいよっていう話をして、うん、うーん何かなっていうからいやこれしかないんじゃないのっていう話になってで僕はその時、職場でなんか多分、緊張感もあって大きな声でその監督変わる可能性がありますか大きな声で怒鳴って、はい、その後パソコンに向かってなんかどんな原稿が必要なのかなと思いながらなんか。うん 書き出してたような記者の方、予定校という、はい、あの予測してある程度書かなきゃいけない部分というのもやっっぱりあったえと、ね、情けないんですけどこの時はまさか鴨さんここで切るとはちょっと全く想定してなかったらアウェー戦というわけではないですけどそこで変えるってちょっと、まあ、想像つかなくて予定校までこの時用意しきれてなかったんですけど。うん まあその最終盤の締め切りに向けてなんかすごい集中力でこんなに集中して原稿書いたことねえなっていうぐらいの感じで、パソコンに向かってました。はい、うんうん、はい、はい、この時監督変わった時って岡野さんどのようなご記憶ですか？また失しはですねこの試合引き分けた時にですね非常にそのやっぱり試合に出してもらえないストレスというのが非常にありまして最後に鴨さんのところに。 多分そのベンチ立ち上がって。はい、なんかこうメンバー交代に対して、ちょっと怒ったりとかしてたのが、最初、最後の多分鴨さんの印象だと思うんですよ。あそうだったんですか。で、私、たまたまその時に、はい、まあ、あの弾丸ツアーとかで来られてるサポーターの方とか、いろんな方がおられたので。はい、あの食事に行ってたんですね。あ、あの、まさにこの時、はい。で、<あ>まさか鴨さんが解任されてると思わなくてですね。はい <laughs> 私ホテルに帰ったらですねマスコミの方がたくさんロビーにおられるんで何かかあったんですと取材をしてしまったとそしたらお前、何やってんだとすみませんっていうのがすごく印象でして私もホテル帰って初めて気づきまして選手で皆さんでミーティングされたのでお前、何やってんだと怒られたんですけどとにかく逆に団結したというか鴨さんだけのせいではないのでやってる選手がやはり。 うんうん、一番責任を取らなきゃいけないということで、非常にまたこう、うん、夜集まって、いろんなお話はしたのを覚えてこの後どん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 そのチームが一体になっていくような、えー、そんなようなご印象だったんですかそうですね、もうもともとやっぱり途中から勝てなくなった時に、はいえー、非常にマスコミの方も、えーまあ、批判されて。 でまあ、その当時はやっぱりコアなサポーターさんはたくさんいましたけど当時、あんまりサッカーっていうのはそんなに知られてなくてでですね、はい、でも多分一般の方がその新聞見られてあ今の日本代表、だめなんだっていう雰囲気になりますよね,ねもちろんサッカー知らないので、ねはいはい、でもやっぱ街出てもわーって言われたりとかですね、はい、非常にそのもう日本中からなんか,こう叩かれてるというか、うん、ホテルからもなかなか出れないような状態になった時に、はい、もう信じるのは。うんう 今のメンバーで、これね、なんかファミリーで頑張ろうと。はい、ま結束力でずっとやっていましたので、うん、まあ本当にこの解任された時は、本当に余計。また岡田さんは、非常に大変だったと思いますけども。まあ。うん、本当にこう。日本中がなんかこう敵なったような。ああ、いい感じ。すごい感じで、みんなやってたと思います。当時岡田監督は四十。 歳,ああ41歳ですかねだら私、この間あの番組を一緒に出させていただいてジョホールバルに行ってきましてですね、はい、その後食事してるときにいろいろ話してたらあの当時41歳なんですよ、うん、よくやられましたねと、えー、確かにそうです、ね、よくやられましたねと言ったら岡崎さんが馬鹿野郎と断ったに決まってんだろうとそ <laughs> んなできるかと鴨さんが監督だからお俺はコーチでいたんだと。うん でさん解任されたのに辞め,、ね、めないで残るのは無理だって言ったんですけどやれって言われてですね最初はや,あのやることになったんですけどもすぐこの2日後ぐらいにウズベキスタンと試合だったのでさんあの岡田さんも、まあ、監督になられてば、まあ、ーってやられたんですけど、まあ、2日ぐらいしかなかったのでまた引き分けてしまったんですよ、はい、でその時に控室に選手がみんな帰ってきたときに。 ももう泣き崩れたんですすよね私も覚えてますけど、はい、それを岡田さんが見られてなんか苦しんでるのはスタッフだけかと思ったけど選手はこんなに重圧を抱えてやってたんだっていうのそれで岡田さんが感じられてそれで覚悟を決められて、えー、ご家族にまず電話されたらしいんですよ。もうととににかく実家に帰れと ご家族にもう俺は覚悟を決めてもうやると、でもしか出れなかったら日本に帰らないから、その時は息子、よろしくなと電話をかけられてでですねそんな電話やられたらしいので、それは後からね聞いたお話なので、そうなんですねって思いましたし相当なプレッシャーと覚悟だったと思うんですけど、やはり岡田さんもその時かなりプレッシャすか私はまだなんで出さないんだって。 出ししてからにあの岡田さんにアピールはしなかったんですか、もうバンバンしてましたね、ベンチにいるとき、岡田さんここで指示してるとき、私、目の前、びゅんびゅん走ってましたから、目の前走っちゃった、わー走ってましたから、それ、岡田監督は見て、何かこうあの後からですね、その番組のときに、またお食事してるときに、お前、あのとき、殺してやろうと思ってたあんだけ真剣な日本が出れるか出れないかの試合をするときお前、何やってんだと言われます 岡田、はい、さんも真剣だったわけですよね、んで私も真剣ですよ、<laughs> はい、<laughs> ふざけてるわけじゃないですよ、はい、アピールですから、一応、岡田さんとその起用については、ちょっと話をしたことがある、嫌に聞いてますがそうですね、私はあまりにも出していただけなかったので、はいまあ、いろんな方に相談したんですよね、あの当時はそのもう J リーグもあの試合してたので、はいでまあ、当時、多分日本代表っボランティアだったと思うんですよ。 で、まあ、試合も出れないしコンディションもどうしていいか分からないんで浦和、うん、でプレーしてる方がいいのかなとか思ったりしたんですけど皆さんに相談したらいや普通、日本代表にもなれないよと、うん、なるだけでもすごいんだぞと、はいはい、あそうだちょっとなんか天狗になってたなと思ってですね<ー>ちょっと頑張ろうと思った時に、うん、まあ一応、岡田さんになんで出してもらえないんですかって言ったらですね、はい、岡田さんがお前は秘密兵器だから取ってきたいとお<ー> <laughs> って言われたんですよ。はい あーとつまり相手に知られてない存在なので、ええ、あまりこう見せたくないからいまあ我慢してくれとそういう時には必ず出番来ると思っていてくれって言ってくださったので、はい、あよしじゃあ頑張ろうってまた非常に思いましたねその秘密兵器という言葉を聞いて岡野さんの中ではどういう,こうイメージというかどういうタイミングで出してもらえるんだろうなって本来は思っていたんでしょうか。 もうなんか究極な時にまあ出るなっていうのを想像しながら練習はしてましたね、はい、もうすぐ単純なので、はい、もうすぐそのイメージで秘密兵器っていう感じでやってました、はい、で実際に秘密兵器として登場するのがジョホールバルのイラン戦ですねいあとちなみにあのこのジョホールバルのさん前提としてなんですけども、はい、えっと このフランス大会に日本が出れなかったときに2002年の開催決まってたわけですえ、ねねはい、これは不名誉なことだったんですねそうですね、あのつまり、えー、どの国も、今それまでの間に、えー、とワールドカップに出てない国が開催して初めて出るなんていうことがなまだな,いなかった。 それが初めてその先に開催が決まったもんですから出場したことないけど開催国として初めて出場する国が日本になるかもしれないっていうこれも多分すごいプレッシャーだったと思います、はい、それはちょうど予選始まる前に協会の方に言われましてだから頼,むから頼むからってすごく言われたのですごいやっぱ日本代表ってこんな重みを抱えて。 誠意に臨むんだなっていうのが、うん、その時初めて分かったぐらい日の丸の丸重みを知りましたねですよ<あ>当時のだからそのサッカー協会の方とか幹部の方もそれに対するプレッシャーみたいなのすごく感じてたみたいですね。うん、あそうですか相手が、えー、A 組2位のイラン後、はいえー、尾さんはイランのチーム、はい、あのドーハの時もまも、あ、取材 してたと思うんですけども、はいはい、はい、あのイランのチームどのように見てって、えちょっとまあなんかあのイランの大エイトも、はい、あの話をする機会があったように聞きます。<ー>の、はい、そのあたりちょっと教えてください。えっと意外にイランってこう因縁が日本とありまして、はい、で例えばドーハの時もイランも日本も行けなかったんですけども、よよく覚えたのはそのドーハのまあ悲劇って言い方僕はあんまり好きじゃないですけどそのドーハの悲劇が でその数時間後に表彰式がホテルであったんですよでたまたまメディアが泊まってるメディアホテルで表彰式があってでその時に日本の選手は誰も来なかったんですで、まあ、それはいろんな、まあ、ちょっといきさつがあって来なかったっていうのはあるんですけど、まあ、簡単に言うと、えー、非常に選手がショックを受けていてとてもじゃないけど来れないと言った時にです、ね、僕イランのメディアも結構人数当時来てましてイランのメディアからですねどうして日本の選手は来ないんだと。 はい、でお前らの日本がやってるサッカーが一番いいサッカーをしているぞと<ー>でこれワールドカップに、ね、この中から出ていくとしたら日本が一番楽しみなチームなのに、うん、なんでその誇りを持ってここに来れないんだっていう方はすごく言われてまして、はい、あそうういうもあったんですね当然その、大英なんかもそうですけども当時からいい選手があのいましたし、はい、その4年後の,そのジョー・ホルバールの時も。 そういういエイとかアジジとかいろんなこう、まあ、個人的にもすごく力を発揮するいい選手がいっぱいいたんですよね。でたまたまあのイランはですねあの本当は、えーまあ、まだその入 A 組で1位入系するか2位入系するか分からない状況だったんですけどもでサウジアラビアと,とカタールの結果で2位になることになって、まあ、ある意味 こうそれが出てからジョホール・バルに乗り込んできたんですね、はい、でその時にたまたまそのだ日本の代表チームはあの、えー、マレーシアでクアラルンプルで、えー、合宿してたので、僕はそれについて行ってましたから、そうするとそこに、えー、日本は先に来ていて、コンディション調査を含めていろんなことで準備していると。はい でイランは直前になって,入ってきたと、はい、で僕がクアラルンプールからその、えー、確か、ね、プロペラ機だったと思うんですけどジョホールバールに飛行機に乗った時に、はい、イランのチームと同乗したんですたまたまあ同じ飛行機だったででまあ背はでかいし、はい、なんかうまそうだし強そうだしっていう感じでうんでなんとなくうずうずしてですねそのジョホールバールの空港に着いた時に、はい、英語で、まあはい、ダエイに「コンディションどうなんですか?」って聞いたら「 問題ないと。われわれは勝つためにここに来たっていう。うんうん、ピシャっと言って行っちゃったんですけども。まあ、確かに、まあ。ね、僕自身も、そういう。最終戦のその、しかも。ね、プレーオフなんて、初めてだったんで。緊張感もあったし、まあ、単純に、なんか、強そうだな。っていう印象でしたね。うんうん、はい。か、は、ら、いはい、さ、イランの印象って、その時、どうだったんですか?。もう、あの、当時は、その、大栄斗がですね、はい。まあ、ラビキアとかいましたけども,も、あの、当時でも、ヨーロッパで。 プレーる選手がたくさんいましたしまあまあイランもサッカー国技ですので非常に嫌なチームだなっていうふうにはやる前は感じてましたけどもはいでも、私たちももう出なきゃいけないってことでそこまで行けたっていうのも日本も奇跡だったと思うのでうんそういうチャンスをもらったなっていうところは感じてましたしでも、私は秘密兵器なので一番喜んでましたこ。この試合は出るんじゃなないかなと はい、あもうちょっとワクワク感、はいこのあの、プレーオフになった時は喜んでましたね。は、試合展開なんですけども、えー、その前、この試合の入る時にこに、はい、サポーターがたくさんいたわけじゃないですか、<あ>そ空気感って、岡野、はい、さんからご覧になって、いかかがだったんですかそうですね、あの時は私たち、マレーシアにずっといて、ジョー・ゴルバルの、あの、まあ、そこの、ね、会場に着いた時に、ま,あ、まず、テレビ局が多分前全社と。 マスコミの方の数を見たときに本当にこういう試合が今から始まるんだろうっていう,なんていうんですかワクワク感と不安とかいろいろあったんですけど、はいまあ、あの時は本当今みたいに SNS とか全くない時代だったので、はい、日本がどういう状況でこの私たちの,この戦いの試合を見てるのかなってわからないわけですよ、はいで。新聞も3日遅れぐらいに来てたのでどんな日本がどれぐらい盛り上がってるのかなとか。はいはい 分からなかったので、ただ会場着いた時に非常にこう日本のサポーターも多分もう2万人ぐらい、まあ1万何千人ぐらい来られてて、もう本当日本のホームみたいな状況にしてくださって、これはちょっと本当にすごいちょっと本当に戦いだな、もうなんかワクワクしましたよね私は。私はずっともう音楽聴きながらもう秘密基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 って言いながら入りましたので。そうですか。はい。ちなみにあの試合。 現地にいらっしゃった方って、この中にいるんでしょうか。あ、いらっしゃいます。あ、結構、はいらっしゃい。ありがとうございます。ね、試合前、どういう雰囲気だか、ちょっと報告していただきましょうかね。はい。はい、あ、今じゃ、あ手を挙げた方、もう一度、お手をあ。あの、スタンド、の中にいらっしゃって、どんな雰囲気だったんですか。そうですね。あの、僕、あの、一日前について。何も考えずに行ったもんですから、泊まるホテルもなくて。えー、あそこ、あの、スコールが。 雨がザーッと降るんですよ。降った後が本当はあのドブの上に臭くてですね。<laughs> あのラルキンスタジアムの南側の一角にサポーター同士で集まって。一夜沸かして、みんな眠らずに絶対勝っていくんだっていう思いをしたのを覚えています。ありがとうございます。はい。もう一方、ちょっと先ほどですね。お話し、あ、こちらの方ですね。はい、ちょっとあの時、試合前の雰囲気とか、どんな感じだった、ちょっと教えてください。 えっと私もえっ、ー、とあの頃まだあのコンピューターとかあのスマホとかも何もなくてなかなかこう試合のチケットをどう入手していいのかもわからなかったので、えー、とにかく何もない取らないままシンガポールに入ってシンガポールから国境を越えてえっ、ー、とマレーシアのスタジアムに入るというリクルをいったわけですリクルを取りましたでその前にチケットもなかったのでしょうがないのでホテルのえっとフロントで あのこの試合を見たいのだがと言ったらそんな隣の国である日本と、えー、別の国のチケットなんかここにあるわけないじゃないかって言われてしょうがないのであのとにかく JTB でも行ったらどうって言われてしょうがなくて JTB に行って、えー、バスツアーの最後の2枚残りみたいなのをやっと買ってバスツアーでスタジアムに入るというのを当日手にすることができました。 じゃあもう2万人はいろんな形で集まったということですね。いやそうですねありがたいです、ねはい、大変な思いをして皆さんあのご覧になっていらっしゃったということですけれどもじゃああの実際にその試合のことをです、ね、ぜひ振り返ってあのいただきたいと思うんですけどまずあの日本が先制したんでですすよねね、はい、そうですねまずゴンさんが点を入れましてですね、はいえー、喜んでましてで前半は1 0で終わるんですが後半に入ってですね やっぱこうイランの強さが出たというか、うん、まあ多分後半始まって、もう立て続けに2点、多分取られました、はい、もう大英の恐ろしい打点のヘディングをやられてです、ね、なんかこう強引にねじ込まれたというか、えー、そういう感じで2対1になりましてこれはでも秘密兵器の登場ですね、そ,すそろそろ。あの私、まあ、本当、日本のベンチからしたら、逆転された瞬間、みんなショックでだったんですけど、私だけガッツポーズなんです <laughs> 秘密兵器の登場ついに来たと、岡田さん、ここですよねと、秘密兵器いますよと、アピールしたんですかそれはもう私、だからその時は岡田さんの前でスライディングしました、スライディングしました、今でも覚えてます、もう弱気になってる日本を変えるのは、もう野人しかいねえという気持ちでアップしましたんで、何もないところでライディング秘密兵器ですから 秘密兵器をビビったらまずいですからね、武将さん、だけど交代で出たのが、岡野さんより先に、はい、ジョーとロペスだったんですね、あのときね、初めてね、数を途中で外したという、そういう意味でも歴史的な二人変えるって言われたんですよ、こ人変えるぞってのは耳に入ってるわけですよし、来たねと思って、ユニフォーム着てたんですよ。 そしたらジョーロペースっていわ <laughs> こ俺じゃねえのかと、はい、この人何なんだと思いましたよ <laughs> 秘密兵器どこで出てるんですかと <laughs> で結構ふてくされて、はい、もうや,、まあ、やめましたねアップあススライディングもやめてもう大すごい大事な試合なのに、はい、なんか自分のことばっかり考えてるんですよね <laughs> <laughs> 秘密兵器って,言ってイメージで入ってるもんなんで、はい、もうそれしかここにないんですよ、はい だけど2対2になって、ハン・サン・ジッ分に追いついて出てたゾが入れて、ですねでもこの試合は本当、勝たないとワールドカップ出れないんで、2人フォワード変えたんで、疲れてる選手とか、足つった選手とか、怪我した選手が出るんで、なかなか変えることないかなと思ったんですけど、勝たないと出れないってことは、もう一枚フォワード変える可能性があるなと思ったので、もう一度アップ始めて、アップ始めてですねスライディングはスライディングしなかったです。 で、やってたんですけど、本当、この時、もっと来られてた方は分かると思うんですけど、2対2になってから、なんていうんですかね、もう本当にこうセーフティーになるんですよ、サッカーが。ちなみにこの試合は、V ゴール方式だったんですねそれはまだ延長からなんですけど、まだその後半の時は、2対2になってから、日本もイランも余計なプレーをしなくなるんですよね、残り15分ぐらい、セーフティーになっていくんですよ。 で、多分イランもイランで多分まあ、日本日本に帰れないってのありますけど、イランはイランで当時ですから、はい、もしかしたら帰ったらムチ打ちとか。なんかいろいろあるかもしれないというね。言われてましたし。し、はい、まあ、アジジなんか毛がなんかこう包帯巻いて骨折したふりして入ってくるぐらいですからね。はいはい、だからそんぐらいこう国をかけてきてたんで、はい、そうするとですね。まあ、見に来てた。あの会場もですね。日本日本でずっと言ってる。 サポーターでさえ状況が分かるわけですよね。っ、はい、点取られたら終わりなわけですからとなり始めるとんンとなく、はい、なんていうんですかねなんかガヤガヤというかあ、はい、なんかこう、はい、なんていうんですかねどうなるの,なるのみたいな雰囲気になるわけです、はい、まあその前にドーハの悲劇がありましたからなんかこう同じような展開だよねみたいな感じになってきた時に、うんうん、これ不思議と、はい、私ずっと出せ出せってアップしてるじゃないですか。はい だんだんですね<え>よし関わるのをやめようと <laughs> これはたまったもんじゃないとそれはえらい違いますね前それはそうですよ <laughs> 今まで一回も出てたなて <laughs>、はい、<laughs> こんな雰囲気になってるんですよ、はい、よしこれ関わっちゃいけねえと <laughs>、うん、でですねぶわーってアピールしてた私がですね、はい、もうドクターのもう見えないところに座ってこう <laughs> <laughs> 応援に回りましたね。ところがですね、ところがはい延長に入って延長に入るわけですよ。ちなみにこれ V ゴールだったんですね。そうなんです。もうとにかく取られたら負け初めて V ゴールが設定された。延長に入る前にそのまあちょっとブレークがあって水入ってで記者席からですね小川さんがね腕組んでこうな歩いてるのは見えたんですよ。 あじゃあ先週もうそれはね残り1枚カード残ってるわけですから、うん、これはやっぱりどっかで勝負に出るんだろうなって、まあ、リスト見たときに、そうです。はい、で私、一応、ゴール裏でアップするじゃないですか。<笑><笑>あその時は隠れないで、一応、アップするんですけど、ああまあ非常にその V ゴールっていうのが初めてだったので、まあ、本田さんとゴール裏で大変ですよね。 っていう話したんですよ <laughs> これ、ちょっとやばいですよねって言ってたんですよ、<laughs> だってこうも,もう本も戦争じゃないですかと、まあそうですねこれ負けて、はい、え入れられたら終わりなんですよねみたいなって言ってるど瞬間に岡田さんがお岡ーって言ってるわけですよ、<laughs> <laughs> ここじゃねえだろうと、<laughs> ここはやめよう岡田さんって、はい、出せ、出せとは言いましたけども。はいはい さちなみにその前にコーチだった小野さんが一応様子を見に行ってたんですね小川さん呼びに来られるわけですね小野さんに呼びに来られた後ずさりして後ずさりしてはいっていう感じで一応その時小野さんは岡田さんにはんかちょっと報告してたなんか本人出たくないみたいですって伝えたというのは後から聞いてたんですけだけど決断したわけですよ岡田さんは決断されてですねまあそれも裏話でまあ まあ中田英が「岡野出せばいいじゃない」ってちょっと一言言ったらしくてまあそこでなんとなく岡田さんが「岡野」まあなったらしいんですけどまあ私準備してとりあえずごまかさみダッシュするんですけどね結構それまでにやっぱり出られてなかった中でその極限のプレッシャーの中でやはりそれは岡田さんからの信頼だった。 うんね、まあまあそれはもうずっと言ってくださったので秘密兵器だ<ー>でもただ、場面が場面だったのでちょっとここはと思いましたね、本当さすがに私なんか目立つの大好きな人間で、はい、まあレッツとかでももう,なんていうんですかその7万人とか来られてる中でも,もう出るのが楽しみでしょうがない人間だったんですけどあのだけはちょっとこの場面はやめてほしいなと思いましたね。ただ岡田さんは非常に 選手を送り出すのがうまくてですね詞を作ってくださったりするんですよ、<あ>もうこうなるから必ず成功しますとか一人一人にこう詩を作っていただいたりするのであじゃあ岡田さんにも私もこの試合前に、まあ、始めているからものすごい言葉をくださるなと思ってこうそこで勇気湧くかなと思って岡田さんの前に行って、はい、頑張ってきますって言ったら、はい、岡田さん眼鏡をぱっと上げられてですね<お>入れてこいそれだけですか <laughs> なかっ入れてこいで終わりですよ、全くなかったです。これまたすごいプレッシャーですね、完全もう本当に赤髪をいただいたみたいな、本当ですね。もう帰ってくるなとも入れるまでみたいな話だったので、で、ピッチに向かって、もうそのまま出ますね、本当にまた今度見ていただければいいですけど、エンジン組んでると腰が引けてるんですよ、あ、そういもう笑っちゃいますよ。 はいでもう,もういきなり始まるんですけども,、はい、も何やってるか本当わ分かんなかったですよねあまあとにかくでもあのいいパスが次々と、えー、まあもうそれこそやっぱ中田秀のパスが私はもう当時は大好きでして、はい、やっぱキラーパスって言われるぐらいパス強かったんですけど、はい、まあ追いつくのは私だけだったので、はい、まあ秀が持ったら走ろうと、はい、まあそれがも,もう何してるか分かんなかったですけど本能でしたね 出てすぐだったと思うんですけど、そしたらやっぱり秀からボールが出てきて、でまず一発目、独走になるんですよ、でもあれ、本当、不思議なもので、人間、究極になるとですね、なんかスローモーションになるんですよね、そうなんですごいスピードで走ってますよね、1、2、3ぐらいであれ、シュートまで普通はいけるんですけど、ーンって球入った瞬間に、真っ白になって、私にスポットライトが浴びるんですよ、これでドリブルしてる時に、なんか、あこれ入れたらすごいぞ、俺と。 ヒーローだなあそんなこと考えちゃったんで考えます考えますでどうしようでもこれすごいことになるなと思いながらもう本当になんかキャプテン翼の世界みたいにお顔を超えていく時間があるんですよああ本当にあるんですよもうあの3秒のプレーが3分かかるみたいなそしたらこのキーパーがスポットライト浴びてまあ思いっきり最終のプレーだから打っとけってボンって打ってキャッチされるんですけどでまあまあ現実に戻ってまあまあでも一発目にこんなチャンス来るってすごいなとはい すごいなって自分慰めながらその時はやってまして私記者席叩いてましたよたいてましたまず一発目ですよねで今度二発目が来るわけですしまた今度ヒデがまたボール取って奪ってドリブル始めたんでまた走ったら出てくるんですねで同じような形になってですねまたスポットライト浴びてで今度は外したらさっき外してるけど今度外したらこれ大変なことになると思っでも一人ぼっちだなと思ってたんですよ こっら、こかスポットナイトが浴びて相手のディフェンダーが追いかけてきてよかったとあ一人ぼっちじゃないといややっぱり一人ぼっちって嫌なんですよそうですね。あまりにもフリーは怖いわけですそしたらここから走ってきたんであよかったと思ったらです、ね、そのディフェンダーがです、ね、足を滑らせてこけるわけです <laughs> また一人になっちゃった。おーい <laughs> おーいみたいな感じですよ <laughs> ほんで一人ぼっちになってはい。はい、やばい やばいと思ったらキーパースポットライトが出てきてどんどん詰まってきてシュートコースなくなったんですよ。で、パって横見たらスポットライトの中から中田英がいるんですね目があっていいところにいてくれなと思って横にパスするんですそしたら真ん中に敵がいましてドンって勝ってたわけですしたらですねまた現実にーンって戻った瞬間にゴール裏じゃないですかゴール裏のサポーターにおめえ何やってんだ お前何やってんだこらとまあ来られた方は多分皆さん言われたと思うんですけどもうでこれはやばいとでもう中田っ樹からもうベンもう味方がもううわーってやってるわけですよバカやろーみたいな岡田監督なんかで岡田さんのまあ岡田さん監督だから唯一味方のでいてくれるはずだってベンチ見たら岡野殺すぞーってもうもう終わりですよもう私の人生私の人生終わりでございますはいはい、は。い はい、もうで私はもうやっぱりサッカーはね J リーグが、あのー、できても,うものすごい嬉しくてですね、はい、私たちがああいうピッチで試合ができるようになって趣味がお仕事になり、はい、皆さんに応援していただいてピッチ駆け上がってこんな素晴らしいねこんな人生ないなと思ってたんですけど、はい、あの時初めてなんでサッカーなんか始めたのかな, <laughs> なんでこんな思いしてサッカーしなきゃいけないんだと <laughs> 何なんだこの日の丸ってっていう恐ろしいでしょうもないですよ でも本当に試合中に考えたのは本当に真面目な話ですよまず自殺しなきゃいけないでマレーシアやったんで、はい、もうこのままマレーシアに住んで<っ>マレーシア国籍取らなきゃいけないですね <laughs> でフォレスト・ガンプの時みたいにフォレスト・ガンプみたいなあの走りながらそのスタジアム出ちゃおうかか <laughs> もう本当に逃げ出したいわけですよもう本当に冗談抜きですよこれ今だから笑いますけどもう本当にもう,もう死にたいぐらいですよ下勘で。 岡野さんはそれを試合の中に考えてらっしゃったんですずーっと思ってました<っ>で3本目っどーんって外してもう人生終わりましたはいもう人生終わりましたよ,、はい、したよそれが延長前半ですか延長前半です前半にその3本がもう地獄です地獄,地獄です、はい、どうやって切り替えたんですかいや切り替えられないですよねでも前半終わり後半入る時に、まあ本当にその時やはりこう本当にファミリーだなと思ったのがもう本当選手たち集まってきてくれて 大丈夫だからと、もう気持ちがわかると、初めてで。でも、お前しかいねえからと。<ー>で、みんながこう背中掴んで、はい、もうお前いいから、一回入れたら、チャラにするから、という、なんか笑わせてくれるんですよ。よ<ー> <laughs> チャラにしてやるから、頼むから、一点だけ取ってくれと。<laughs> って言ってくれて、ちょっとずつ、こう。その時、腰は引けてたんですかね。もう、こ、<れ>その時は、結構、もうやばいなと、もう、だから、もう。チームメイトから、もう、これ絶対もう、見放されてるなと。 も思ったらそうやって声かけてきてくれたんでちょっとなんとなく自分の中で冷静になってきてちょっとアドネラにも出てきてみたいな感じになってきましたねいよいよあの場面がやってきますはい。でその前にでも大映画ね大いいチャンスがあるんですよいらんのチャンスがある。たんそうでしたねまるで人生終わったでしたねそしたらまたスローモーションでこうバーを超えていくんですよあれもスローモーションでしょたかまだ命があると で最後はまあ本当に中田英がドリブル始めたんでま,あまたパス出てくるかなと思ったらまあもうさすがに信頼してないんでしょうねまあ彼はシュートを選択しましたでも私は出てくると思ったのでまあ一応走ってたんですいいとこにいたわけですよねまたそれはもうパスが来ると思って走ってたので,でキーパーがはじいてまあさすがにあれはもうさすがにもう,うちの娘でも入るんじゃないかっていう,もうボールが止まってましたしまあキーパーと目がパンってあって あもうギーパー口開けてましたけど<ー>でももう、はい、でもあれは本能的に別にチョンって打てば入るんですけど、はい、たぶ本能的にあんだけ外してるしもう体ごといかないといけないっていうんで多分、はい、スライディングしてるんですよねそういういことだったんですかあもう全然無意識で、はい、でまあ入ってもう真っ白で、はい、もう,うわってもう,もう全然喜んでなんであそこに走ってるのかも全然覚えてないですけど、うん、ただ本能的に。 仲間のとこ走ってたんでしょうけど、はいはい、うわあ出してたら白い中からメガネがばあ出てきて若 <laughs> 田さんみたいになったのがすごく覚えてて、そうですか。はい、まあでも本当にそのなんかワールドカップ出れたら喜びじゃなくて、はい、日本に帰れるっていう、ああ、えー、解放されたって感じですよマレーシアに残んないでいいと、もう本当です、はい、あのー、本当この試合こんなに初めてワールドカップ出て多分日本中 もう多分喜ばれてたと思うんですけど、はい、選手たちは全く喜んでなくてですね、はい、これ終わって本当に今でも覚えてますけどもうあのあと控え室帰った後もう負けたいような雰囲気で、はい、もうみんなこうやってもう疲れきってるんですよ小<ー>川さんももうシャワー室でやっててで本当シーンとしてるんですよね。でシャワー浴びて で、まあ、マスコミのかメディアの方と、まあ、と答えてよかったですって言って、はい、バス乗っても、もう誰も喋んなくても、負けたような。状態でも、みんなため息しか出ないですよ。あそ,それはど、ど、ういうことですか、疲れ切ってる。るいや、もう、だから、もう、本当、そういうことですよ。はい、まあ、私なんか、その家族いなかったですけど、やっぱ、家族いた選手なんて。もう、多分、ヒヤヒヤだったと思いますよ。何されるかわからないとか。はいはい、でも、本当に日本に帰れないなとかって、本当に、そういう思いでやってたので。だから、もう。 ワールドカ日本に帰れるっていう、はい、まずそこだったんで,でもうそのままバスでホテル着いて多分サポーターの方とか関係者の方が花道作ってくれてもうどうもみたいな感じで通って<ー>でそのまま食堂行って堂和田さんが本当よく頑張ったって言って多分ドンペリかなんか開けてくれて、はい、みんな飲むぞって言ったんですけどみんな飲むもうすぐ部屋に帰って。あそうだな <laughs> もうそれどこじゃない全然ジョホールバルの歓喜という感じはなかったからその時は、はい、それで部屋に帰って初めて日本にみんな彼女とかまあ友人とかわざわざ電話して、はい、電話するんですよねで,もう,でもう私なんかもう全然ねかその時、まあ、日本がもう夜中の3時ぐらいだったと思うんですけどかけたらもうなんかすごい大騒ぎしてるんですよあ日本はでも日本ってもう夜中の3時だよねみたいな感じで、はい、もうみんなベロベロで。 何言ってるか分からないぐらい <laughs> でどうしたのって言ったんですよ「<laughs> どうしたの?」じゃねえよと「お前がゴール入れたら今大変なことになってるぞ」と「はい、あそうなんだと」と「分からないわけですよ、はいそれであそうなんだ」と思ってその後に多分こう部屋にみんな集まるんですよ多分試合終わってもうほん5時間後ぐらいですかねうでもう、えー、覚えて七海と平野と森氏と、はい、誰がいたかな,、うん、な何かみんな集まってでね缶ビールポンと開けて やっと帰れるねみたいな感じの乾杯だったんですよあじゃあしみじみとした感じでこ飲んでそしたら平野が平野隆が「いや俺らさワールカップ出れんだよね」ってなったんですよはいそれで「そうだよね」ってなって初めてそこですよあっそんなに時間しみじりましたうわーってなったんですよで廊下飛び出してって皆さんの「うわー」って乾杯したっていうのがすごく今でも どうですかじゃあもう、やはりどれだけプレッシャーと戦ってたかっていう、そういう試合だったんですね、えー、いやもう二度と味わいたくないですね、でもその時から、もう日本は5大会連続で出てるわけですけれども、あ,えー、あのゴールが、その後、実弾といいますか、岡野さんのその後の人生に与えた影響って、すごく大きなものだったのではないかと思うんですが、いかがですか大きすぎるというか、非常に、その、まあ、このゴールを入れたことはもう本当に。 よかっっったたなって終わったんですけどやはりそのもう V ゴールの岡野みたいな世間はなりまして、はい、まあサッカー知らない方もこれ見て初めて多分日本がワールドカップ出れるって言って大騒ぎになるんでもう街じどこ行っても V ゴールの岡野なわけですよでも私はやっぱりレッツとか J リーグで活躍させていただいたからここに行けたわけでもうそこはなくなってるわけですよねああはいあ、はい、V ゴールの岡野ジョ・ホールバルの岡野みたいになってもうあいつはサブ部で出した方がいいんじゃねえかみたいになって <laughs> <laughs> サブになりましてですね日本代表なのでサブで出てるみたいななんかそんぐらいもうレッテルというかもうそんなになってあと友達がものすごい増えたとかですね、はい、小学校以来初めてかかってきてなんか覚えてるかなんて言われたりとかですねもう本当に友達も増えてて手つけたらうちのおふくろがワイドショー出てるとかです、ね、<laughs> なんだこの世界はというぐらい本当になんかもう人が変わったように周りも変わりましてだからもうあいつ調子乗ってんじゃねえかとか言われたり。 本当に、逆に、人間不信になったとこ、ちょっと、十字架になりましたよね。んんなんか重荷に,に,になったりはしませんでした。重荷というか。うんなんか、私だけが、やったみたいな感じがあって、私なんか、この試合しか出てないですし。まあ、ゴール入れただけなので、本当、やっぱ、ずっと戦ってきた、そのね。あの、メンバーの方、もいるのに、なんか、私だけ、こう、フォーカスされてんの、が嫌だなっていうのが。本当に、ずっと思ってましたね。 しばらくこの試合のことは公の場であまり語らなかったんです、ね、まあ語らないというか、えー、まあ質問されたらも,もちろん答えましたけども、はい、ただ、映像が見れなかったんですよあそうだったんですか怖くてですね、だから本当に今なんか笑い話してますけどあれ、負けてたらですよ、うん、私何やってるのかなとか多分本当にやめてたと思うんですよ、サッカーはー絶対無理ですから、はい、だからそれ負けてる時をこをタイムスリップしてこれ負けてたらどうなってるのかって見てみたいですね、人生。あ いや本当に、ね、負けてたら日本のサッカー界どうなってんのかとかうん、うん、J リーグはどうなっちゃってるのかとかうん、うん、ワールドカップうん、うん、出れてんのか,とか、ね、これをきっかけにだたら私だからこの映像を見るたびにもう足が震えて<ー>見れなかったんですよ<足>だからあんまりこう語りたくもなかったですしギャグにもしたくなかったですこんななににギャグにできると思わかった。それがきっかけがあったんですかまあまあ15年ぐらい経ってですね、まあ、私、娘がまあいまして小学校3年生ぐらいの時に。 そのなんか歴史の図鑑みたいなのがあるじゃないですかまあただ動物図鑑とかあるんですけどそれが欲しいって言うんで勝手にあげたらまあ聖徳太子から始まるわけじゃないですか、はい、で私シャワーから出てきたら「パパが出てるよ」って言うんですよだからそれね「パパじゃないんだよ」と「それは人間の家庭で <laughs> こうやって黒マニオン人とか、ね、こうなっていくんだよ」と「ねえそれってパパじゃないんだよ」って言ったら「いやでもパパが出てる」って言うんですよ見てきたんですね,ねでパッて見たら、はい、あのちょうどオウム真治のサリン事件の後に「はい」 V ゴールなんですよ、うん、あっこういうのに出るんだっていう、うん、なるほどと、うん、で私切手でもさせていただいたりしたんで、はい、あこういうゴール入れたんだってこれはやっぱりそういう時に当時のことをやっぱり喋った方がいいんじゃないかと、うん、もうちょっとお笑いでもできるんじゃないかなと、うん、あのその当時のこと、うん、でなんで今はもうなんか皆さんの中ではもうワールドカップ出て当たり前っていうか、はい なんか予選はもう当たり前だよねみたいな雰囲気になってるのでこの頃は本当にどっちかというとワールドカップ出るってことを命かけてたっていうところを、はい、なんかもう一度皆さんに振り返っていただきたいですし今、アジアもすごく力を入れていてまあ日本をどうにかとしそうって多分すごいこうクラブチームもやられてるんであまりこう安心しているとまた日本ももしかしたらワールドカップ初めてのまた予選で負ける時期が来るかもしれないので。 どどんどん日本はもう逆にレベルアップしていかないといけないなっていうのところでこういうお話昔はこうでしたよっていうのを、はい、伝えていけるといいのかなって思って今、講演とかさせていただいたりしてるんででもあの歓喜を決めたゴールだったんで、はい、無条件にやっぱり自分の財産になっているのかと思ったらその後、はい、イランの監督とお会いする機会があったですよね。 私が今ガイナーレの,そのねゼロマネージャーになった時にあのガイナーレとその京都パワープルサン加さんと練習試合をさせていただくことがあってで会場着いたらなんかブラジル人の眼鏡かけた監督が私のところ笑いながら殴りかかってくるんですよでもなんか見たことある方だなと思ったらその当時のイランの監督だったんですよパワープルサ参の監督さんがで,おんで,でメディアの方が面白いってことで緊急 記者会見やりましてそのパープルサンガーのはい、はい、で当時振り返って今みたいなお話をしてたら、はい、まあ向こうの監督が <laughs> 君はそういうこと言うけどその当時の,このゴールキーパーが大変なことになったとあっシュートをはじいたあれはもう日本にはこの,もうこのままやっても勝てないからもう PK 狙いだったらしいんですよ、うん、であの当時の,そのゴールキーパーっていうのはアジアナンバーワンのゴールキーパーで、はい、PK で負けたことないらしくてですね、はい、PK だったら勝てるって自信があったんですね なので時間稼ぎを後半してたんですよ。結構痛かったりしてたじゃないですか。してましたね。で、この時もキーパーはキャッチできたらしいんですよ、実は、はいあのシュートは。キャッチできたんですけど、弾じいて取って、もう一回痛がろうとしたら、私がいてびっくりしたらしいんですよ。はあ。そういうことですか。まさかいるはず、あーってなんですよ。だからさっきも言うんですけど、口が開いてるんですよ、あーって。今、目が合った時の顔は、そのあーったんですよ。 で、私が入れて、私はわーってなりましたけど、もう、この彼は、ゴールキーパーは、もう毎日、もう泣き崩れて、ちょっともう、本当に病気になって、毎日のように私の家に泣きながら電話があって、もう私のせいだ、私のせいだって感じで、もう大変だったと、だから私が逆になってる可能性があるわけですよね、恐ろしいわけですよ、スポーツは恐ろしいですね、本当に。<laughs> シュートなんんですけど、あの、さん なんか、えー、とその後、これ後日なのの岡野さんの話聞いてると、はい、どっちがどうなのかなと分かんないですけど試合中に、ね、確かに、ね、ゴールキーパーが、ね、ちょっと、ね、左側を痛めたようなこう、まあ、ジェスチャーだったのかもしれないですけど知ってたんですね、はい、で後日、それこそ中田秀俊選手にっていうか彼にあのシュートはその、まあ、痛めてたそた左側に打ってるわけですよ。 でにわざと撃ったのって聞いたらそ,そこまであのわ分かっていて左側に撃ったんですっていう言い方をししてましたあ,あそうですか、ええ、ちょっといろんなやがありそうなところですね、これは。ね、いやー、ヒ、ま、デ、あ、が言うならそっちが間違いないです、ね。<laughs> <laughs> いやでもね、この試合の時ねすごくやっぱり鮮明に覚えてるのは終わった後にやっぱりそのビエラっていう今出てたブラジル人の監督がですねその後まあ僕も想像したくないけどこの後プレーオフでオーストラリア行ってホームアンドウェイやらなきゃいけないっていうのに彼が言ってたのはやっぱりその負けたショックからどうやって立て直すかってもう1回そのワールドカップ行くっていう2試合を2試合やるモチベーションをね 回復するのはね、そのコンディションより難しいっていう言い方を彼してました。はい、まあでも結果的なイランが勝ちま、ね、したではい。はい、いやとてもその本当にまさに20年前の、はい、新鮮なお話を伺いましたけれども、あのぜひですね、皆さんからもあの質問を。 載っていきたいと思います。はい、じゃここからはい、あのもう会場の皆さんあの何でもお聞きになりたいことをですね、あの昔の話も今の話も含めてですね、あの自由に投げかけていただければと思いますが、どなたか先陣切っていただけませんか。皆さんぜひあの挙手でどんどんあのあの上げていただければと思うんですが。いかがでしょうか。岡野さん何でも答えるって言ってます。はいはい。もう何でもいいですか。何でも何でも大丈夫。はい。 ということですけれども、皆さんいかがでしょうか。はい、じゃはい、あのー、今日は楽しい話をありがとうございます。あのー、私はえっとね、ワールドカップは78年のアルゼンチン大会から見てまして。 でやっぱり見る,あの見るものからするとワールドカップってやっぱ特別な大会なんですねであのやる選手の,方,あの方から見てですね、まあ、今のお話でもやっぱりこう特別な大会なんだなと思うんですけどもあのこれはその普段の J リーグなり、まあ、あるいはヨーロッパの各国リーグなりそういうところとそのどっちが上か下かとかそういう問題ではなくてやっぱ特別なものなんじゃないかと思います。 その違いってどんなところにあるのかとか、あとはその経験する前と後でどんな変化があったかっいうのはちょっと教えていただければなと思うんですが、はい、お願いいしままますすあありがとうございます、まあまあ、私も昔からワールドカップはもう小さい頃から見てまして、まあ、メキシコ大会から見てマラドーナの,あのごぼう抜きっていうので、よく真似してましたけども、も本当にまあ私も小さい頃はよく分からなかったので、日本代表はワールドカップって出ていい国なのかなとか思うぐらい、ちょっと。 特別なあのどこだなって感じてたんですけどまあまあほに初めて出てまあ多分日本がああいうふうに海外のチームとガチンコで試合するのってワールドカップ初めてだと思うんですよ今まで親善試合とかやらせていただきましたけど結構親善試合来られると海外のチームは秋葉原で電化繊維買いに行ったりとかですね。結構そんなに、まああの 日本でパフォーマンスしますよみたいな感じだったんですけどもうあのワールドカップっていうのは本当にガチンコにミーティングして、まあ、向こうも日本のこと分析して、まあ、しかもバティ・ス・ツータ誰が着くのとか、まあ、そういうのすごいなっていうまあ世界でしたし、まあ、本当にその会場行くのもあの空港からパトカーが先導して高速道路を貸し切りでホテルまで連れてっていただいたりとか本当にちょっとあのあ本当にすごい有名舞台だなっていうのが。 あの時経験できたっていうのとでワールドカップ出てやっぱやはり感じたっていうのは初めてガチンコでやってもちろんアルゼンチンクロアチアジャマイカに負けてしまいましたけど何の差かなとでこれも中田秀樹と食事した時にいろんなお話したんですけど何感じたって言われたんで、まあ、技術とかは体力とかは日本の方が逆にもしかしたら一生懸命やるのでうまいというか何ていうんですかね謙虚さがあるというか。 たただ何がかっかってななっっとうフィジカルなんですよあれ初めてですね、私たち、初めて向こうがガチンコで来た時きの、あのフィジカルの強さ、あれはね、なかなか経験できなかったので、もうね、骨の芯まで痛い,いんですよ、だからもう、腕の力が、なんていうんですか、もう、考えられないですよね、こっち全身でいってるのに、ま、気づいてないっていう相手が、でここでもう、抑えられてしまうので、まあ、ま、なですか、ボールの間合いに入れないというか。 だからあれは初めてあのやった時に中田秀もそれを感じたとなのでこれ世界に出ていくしかないねって言って中田秀はペルージャに行って私はアヤックスにちょっと行ったりとかしてたんですけど本当にそのあの何て言うんですかねフィジカルの強さっていうんかそこで初めて究極行くとフィジカルなんだなっていうのが。だからその ね、子供たちとサッカーとかやるとやっぱ大人が勝つっていうのはそこだなっていうよく考えればって子供たちの方が動くしうまいんだけどボーンってひっくり返るじゃないですか,子供か道が開くっていうのと一緒でどかされてしまうんですよねだから戦術ももちろん大事なんですよいろんなこと大事ですけどポゼッションとか言ってますけどどかされてしまいますのでパ,パパパパってだからあれの時にああこれは考えなきゃいけないなっていうのが分かったので そこはすごくいい経験になったのかなと思いました、はい、やっぱり出てみないと分からないことってあるわけですよね、はい、本当にだから初めてその私も大会入ったときにダイナスティカップでしたが、ね、サウジアラビアでやったときにバあのアルゼンチンてやったときにもうバティ・スーターなんだこれと思いましたねあ<ー>だってバティ・スーターがボール出てきて胸でトラップしようと思ったら顎にボール当たるんですよ顎にだから胸トラップして多分ドリブルしようとしたんですけどにボール当たってボールが裏に抜けるんですよ、はい、井原さんの。 井原さんがグッって構えてキーパーに取らせようとしたらバティスーツそのまま走っていってドーンってやったら井原さんゴロゴロゴロって転がるわけですよあ,あの強い井原さんがですよ、はい、でバーンってキーパー見ないで打ってる上に突き刺さってるんですよ、はい、2> でそれ2点取られるわけですよ同じ形で、はい、なんだこれ、うん、だトラップミスがチャンスになるっていう、うんうん、それは教科書に載ってないわけじゃないですか今までサッカー入門とか見てきた中で初めて知るわけですよねあこんなの 起こるんだってんもうスキル以上うのの、ね、ミーティングじゃ考えられないとナイジェリアと次やった時もナイジェリアの人がもうここまで体出てるんですよジャンプで,でキーパーの手より上にジャンプするわけじゃないですか、はい、あこういうことなんだ世界っていうのをそこで初めてどん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 知ってってそこにじゃあ日本の日本代表としてどうやって立ち向かっていくかっていうので個人ではなく2人でかかっていこうとか。はい で、こう考えていけるようになって、もう今はだんだん世界に近づいてきてるのかなっていう感じがしますけどね。はい、はい。はい、ありがとうございます。さあ、次、いかがでしょうか。ご質問いただければと思いますが。はい、こんにちは。えー、っと。岡野さんは、あの、アヤックスとか。 あの香港のチームとかでプレーしていたので、はい、あの海外のサッカー文化でなんか面白いことを感じたことがあったりとかしたら、えー、教えてほしいんですがはい、はいありがとうございますまあもうアヤックスに関してはですね本当にもう,もう環境がもう整いすぎてるというかもう世界でも一番誇るんじゃないかぐらいですねまずその小学生からですねあのグラウンドがもう あるんですけ多分1年生2年生3年生4年生ってことで上がってくるんですねああそれ,れでよりすぐりのオランダのうまい子たちがあの先発でそのアヤックスに入ってどん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 こう抜かれていくんですけどで中学生になるじゃないですかで高校生になってくるとここにアレーナっていうスタジアムがあるんですよ高速の上に立ってるで、そこにトップチームの練習場があってそこを目指していきましょうってことで上がっていくわけですよ いいくつとか書いてあるんですよ同じジャージなんですね小学校1年生がでここに「A1」って書いてあると「A」って書いてあるともうトップチームなんですよだそのジャージ着てそこを歩いていくともう囲まれますからねそういうふうにこう育成していくというか、うん、トップチームを目指しましょうみたいな環境になってたりとかそのすごいですしとにかく考え方が違いましたよねで私なんかもうまあそのオランダのサッカーってバックパスしちゃいけないんですよバックパスというとブーイングなんですよ、はい で結構あのアレーナとかでももうバックパスしていいのは勝ってる時にファンデルセルにライナーのボールをパンって出してわざとうまいんですよファンデルセルってトラップが、はい、それが枠くっていうぐらいで, <laughs> であとはもうバックパスしたらもうブーイングなんですねあそうなんですかで私なんか日本ではもう走るだけアホじゃねえかバカじゃねえかただの野人だとか言われてたんですけど私向こう行ってアヤックス行ったら <laughs> エクセレントしか出てこないんですよ <laughs> だってもうゴールにね 迎えるのが一番早いのがいいに決まってると、はい、で一発でいけなら一発でいけといけないんだからパスがしなきゃいけないと相手を来させるためにで,、ね、でバーンって一発で全部いけるわけですよ <laughs> お前はなんで頭がいいんだってあオランダでめちゃめちゃ頭がいいって言われるんですよでも日本帰ったらお前バカじゃねえかって言われるんですよ <laughs> <laughs> ただ走ってるだけだみたいな <laughs> いやいや何が悪いのかなと思いながらやってましたけど、はい、ヨーロッパでは認められ、はい、日本では駆け引きしろ よく分からなくなるんですけどだからゆうべバインといううちに浦和レッあにドイツ代表のいたんですよ。本当すごいスルーパス出てくるんですけどやっぱ駆け引きしたら怒られましたからねそうですかお前なんか足早いんだから走れ俺信じてねえのかともう裏に出すの走ったら一発いけんだからそんないらねえだろうこちこちこっていう考え方なんですよでもサッカーの本質ですよねそうですねそういうやっぱ考え方の違いと文化の違いというか国によってもいろいろあるんでしょうけど そういうとことか、やはりそのやっぱアヤックスぐらいになると、日本がワールドカップ出たことなんか誰も知らないわけですよ。<ー>私が、はい、行ったときに中田英弥の話しても中田秀弥が誰も知らないわけですよ。ペルージャな、なんかだそのチームみたいな。向こうではやっぱり日本ではニュースになってますけど、ヨーロッパでは別にニュースになってないわけじゃないですか。アマター、ペルージ人で,ですね。ペルージャのことはニュースやらないわけじゃないですか。エーシミランとかやるかもしれないですけど。まあ、日本だだからあれだけ 報道されてましたけどだから知ってるかなと誰も知らないんですよ <あっ S 2> 日本なんかワールドカップ出たことあんのみたいに言われてそれで,で私なんかもう誰も声かけて来てくれなかったですしまずパスが出てこなかったですねあ、はい、もうもうバカにされてるわけですよでもう見てるサポーターも、はい、えい、ー、ジャパネーズとかって言われてるわけですよもうお酒飲んでるこんなでっかい人にもうバカにされてるわけですよだからもうこれどうしようもないんで自分で追いかけてってボール奪って、うん、ドーンって蹴ってドワーッと走ったんですよそ、はい、そしたらそっからか、ええ ってなって認められてパスがばんばん出てくれなって終わったあとにもうシャンプー貸してくれたりだからね実力の世界なんですよ本当にこれでもうねやっぱり行動で示さないと向こうパス出してくれないですやっぱり走ったんですねその時もうもう走ったらもううるさいぐらいパス出てきますねあそうですかそれで信頼得たっていうのが初めて分かるのでだからそれはちょっと自分の評価になりましたけどだから本当にそういうぐらい向こうはなんていうんですかね うん、ハングリーというか、はいうん、認めたものしか入れさせねえよっていう。うんうん、まあ、日本はね、すごい優しいんでね、ブラジル人に来たら、も何でもね。これはね、シャンプーって言うんだよとかね。<laughs> これここでシャンプーをこって浴びるんだよってやる。<laughs> お<お>そこはいいところなんですね。おもてなしですから、まあ、いいところなんですけど、はい、結構やっぱり、そういう厳しさはありますよね。はい。はい、はい、なんか、あの、いろんな本質を、ちょっと、あの、垣間見せてくれるお話だったと思います。さあ、いかがでしょうか。あ、じゃ、前の方に。 今の代表の話になるんですけど昔の代表ってなんかこうすごくパッションがあふれ出てる感じがして岡野さんみたいな選手だったりもうあの魂で戦ってるって感じがすごいあるイメージなんですよね。ま、だ僕その、ジョホールバルとか生まれて1歳だったんで全然あの現地で見てたわけじゃないんで全然わかんないんですけどで今の代表って上手い選手多いんだけどなんかこうメンタル的に。 バーってなるものがないなっていうのを見ててすごく感じるんですけど岡野さんから見て今の代表ってどうう見えてますかいやもう今の代表はもちろん、その魂込めて絶対やってるのは間違いないと思うんですけどただ本当に技術が向上してるっていうのはあるのでそういうに感じるのかなと思いますけどただ本当におっしゃったようになんかこう本当に多分日本がハマった時はもはすごい今強いと思います、本当に技術も高いですし。 もうコンビネーションとかもう本当に一人一人のテクニックとか技とかすごいと思うんですよ、ただ、そのここどうしたらいいんだろうっていう、例えばまあどうしようもなくなる手の打ちようがないときにやっぱぶっ壊せる選手はいないなっていうのはおっしゃる通りかなと、やっぱ世界のチーム見てると必ずなんかぶっ壊すような選手が途中から出てきたり、選抜出てたり、例えば分かってても止まらないような。 もう分かっっててんんだだけど止まなないんだよなって例えばまあクリスチャン・ロナウドなんかまさにそうじゃないですかもう分かってるのに止まんないとか泥、まあ、クバみたいな、まあ、例えばコートジボールではえば泥くばみたいななん,かこうなんかするんじゃないかなとか,なんかそういう選手があそこにコラボすると日本代表もっともっと強くなるのかなって思いますし、まあ、もちろんはまったら多分今の日本代表相当強いと思うんですがハはまらなかった時に何かこう何かこうなんか面白いね選手がいると。 もっとこう日本が脅威になっていくのかなっていうのは私も感じてはいますけどまあもちろん、魂込めて試合は絶対みんなしていますし多分、私たちと違うプレッシャーで彼らは間違いなく戦っててもうでで出なきゃいけないっていう,もう出て当たり前のプレッシャーも大変だと思うのでまた私たちと違うまた魂の入れ方でやってると思いますしちょっと負けるだけであんなたたかれますからね私たちの時その時5位か4位ぐらいでしたから。 今が2位でも叩かれてしまうっていうのは非常に逆にのプレッシャーで彼らもやってるんで、また追求しているものがまた違ってんのかなっていうのは感じますけどね。はい、はい、ありがとうございます。さあいかがでしょうか。あ、手荒か、じゃあ前のほで。ありがとうございます。あの私ですね小学生のサッカーのコーチを今やってます。で今岡野さんが言われたまああの止められないような選手ですね。 をその私が育成するとしたら選手にですねどういう接し方をするとそういう選手が生まれやすくなりそうでしょううかはいいありがとうございますやはり私はまあそれが正解か分からないですけどもやはり個性を生かしてあげることじゃないかなと思うんですよねなんかこうなんとなく平均的になんかしてしまうっていうかできないものをなんかこうやらせすぎて一番いいものをなんか消してしまうというか。 でははなくくやはり追求していくといとうかまずその私でしたら足が速いでも足が速いだけじゃ通用しないじゃあどうやってその足の速さを生かすかっていうのをとことん追求していくとできないことを補おうとするのででも先にできないことをやってしまうとそのいいものを消してまでそっちに行くと全部中途半端になっていくんで例えばその生き様というかその,その子の生き様を生かしてあげるというか性格とか。 っていうのもすすごく大事だと思いますしもちろんこうみんながそうなるとまたコラボしないですけど一人ねそこ一人こう入れて周りが支えてあげるとかっていうなんかそういう何て言うんですかねいいところを伸ばしてあげるっていうのも非常に私は今の逆にいなくなってきてるのかなっていう感じは非常にしているので。ううんなんなかこう ねまあ、今はアカデミーとかがすごくしっかりしてきてでもなんかアカデミー出ないと J リーグ行けないよみたいな,なんかプロになれないよみたいな感じになってるじゃないですか,なんか,なんか学校の受験みたいなここの中学入っておかないとこの高校行かせねえよとかじゃなくて私はなんかいろんなところに必ずすごい子がたくさんいると思うのでやっぱたくさん見てあげるってことが大事なのかなと普通の高校だろうが,何だろうがサッカー部がないとか。 私なんか高校サッカー部なかったですからねで自分で作ったんですからそれでも日本代表になったとかあるんでそんななんか作られたものの中にいるものが絶対すごいわけじゃなくてそういうどっかに必ずすごい選手がいるかもしれないっていうのを見つけてあげるのも、まあ、私たちの仕事なのかなっても思いますしそういう面白いなんか個性があって生き様を持ってる選手がこうピッチに立つとまた見てる方も面白いのかなっていうのは感じるんで。 はい、まあ、正解がね、これないので難しいんですけど、私はそういうふうに思っております。はい。はい、はい、ありがとうございます、えー。いかがですか。はい、あ、じゃ、隣の方。今日は貴重なお話ありがとうございます。はい、ちょっと今のご質問とご返答に被せる形なんですけれども。 その岡野さんはそういう個性的というかそういった才能というのはそれはご自身の意思でそういうふうに作ってこられたのかそれとも周りの人がそういう個性を伸ばしてくれたのかというまあ両方かもしれないですけどもそこら辺の経験とあとまああの監督は日本代表監督はハリル・ホジッチ監督なのでまあどこまで行っても妄想的なあれかもしれないんですけどもさっきキーワードであった岡野さん情報バレの時の岡野さんのように秘密兵器となる。 今現代表選手だとどういった方を考えられるのかの2点を伺えたらとはいもう私はあの先ほどもちょっと出ましたけど本当にまあ小学校横浜で生まれてまあずっとやってたんですけどあのなかなかうんまあ小学校もよかったら中学の時ちょっとねあのいろいろあって。あの 高校行ける高校なくなって島根の高校行ってですねサッカー部あるからっていうので寮生活で行ったらサッカー部がなくてですねえーと何のためにこう行ったんだとんでまあサッカー部作ってですねまあまあこうやっていくんですけどまあ大学入っても選択係だったりしたんですけど私が足早いの気づいたのは大学なんですよ大学1年生の時に 100m 初めて測ったら10秒7が出てしかもバッシュで走って。 10秒7あったんで <laughs> でその時に私はあのアルゼンチンにカニーヒアって選手がいて <laughs> カニーヒアも10秒7でボーンって蹴ってバーっと走るんですけどあれだけで5人ぐらい抜けるんでそっから私改良してったんですよねそれまで私ね信じられないかもしれないですけどゲームメーカーだったんですよ私がスルーパス出して走らせてたんですで足早いの知ったんで改造して、えー、やっていくんですけどもう本当ビデオ何回も見て一人でもうこのタッチをあの見てですね こういういうにタッチしたらいいんだとかちょっとさらしといて相手が足出していく時にもう一回突っつくとかそういうのも研究してやりましたしまあ走り方とかも変えたり例えば相手がいるんでじゃあ裏にボール出た時に絶対塞いでくるからそれをどうやって相手を利用して前に出ようかとかそういう力の利用とかあと軸足を見といて軸足見て向こうが外側についた時にちょっとポンと押すとか。 お久しぶり前に出るとかって全部それはやっぱ自分で研究してやりましたねだから私は本当足が速い足が速いって縦ばっかりいってたんでたまにあの試合でパーンとボール持つと縦に3人ディフェンスが並んでる時あるんですよ <laughs> それでもこれ悔しいから絶対縦にいってやろうっていう追求していくわけじゃないですかそしたら味方利用したりこうしていくとまたこう縦にどんどんいけるようになるんでそれはもう本当追求しましたし、まあ、自分で自分なりの練習っていうかやっていったのをすごいやりました まあ、ハリルさんの今の代表で、まあ、私はですよ、うんまあ、本田選手とかが逆に途中から出てるのは嫌なんじゃないかなと思って、相手が <laughs> やはり最初から出るというよりもなんかここっていう時に本田選手出てきたらなんか,なんか嫌んじゃねえのっていうやっぱりああいうシ、ね、ミランの最後の試合でもああやってフリーキックとか入れるわけですからやっぱなんか持ってるんですよね。 そううい人ってなんか持ってると思うのでなんかこう最終兵器というか最終兵器にはなってると思うんですけどなんかこう逆に最終兵器にしたら相手なんか嫌なのかなっていう感じはねするんですけどね私の中では結構柔軟な発想ですねそこらね柔軟ですか大丈夫ですか大丈夫ですもっと違うこと言った方が良かったですかね大丈夫です大丈夫ですか いいや、あの、はい、まあ、トゥーリオとか入れたら面白いかもしれないですね、<laughs> トゥーリオ、<laughs> 柔軟になって、ね、今、でででフォワードでどんんけあいつ取ってんすかに、えー、今、縦、えー、に行くって話が出たんで、ちょっとあの先ほど、ですね会場の方にあのどんなことをお聞きしたいですかという,ようなことをちょっとお聞きしてたら、ですねあの一つちょっと面白い質問が出ました、<laughs> 今でも足は速いですかという質問が出ました、はあ、そうですか、きょはあの朝日新聞様なので、ちょうどよかったです。 私今ですね、野人塾というのをやらせていただいてましてです、ねはい、これは何をするかというとですねサッカーではなくて走る教室でございましてえそうなんですかこれ、ね、不思議なんですよ、私もちょっと最初は半信半疑だというか走り方を教えてもそんなにならないんじゃないかなと、まあ、ゴルフでも改造されると全然だめじゃないですか。はい で走り方改造させるわけですよ、とにかくこうやって、やっぱり女性の方ってこうやって走るじゃないですか、それをもとにかく腕の力で走ると、はい、腕を走ると足が上がるっていうのをやらせていただいて、最初、50メートル何も言わないで測っていただいて、終わったときに測ると、皆さんが2秒、1秒速くなって、変えられるんですか。なんで、あのー、ちょっと、まあ、昔よりは速くないですけど、はい、ちゃんと、まあね、走る。 ことはあの練習はしてますので、<あ>まだあの小学生とか中学生には勝ちます。<あ>ギリギリ。それはすごいです。は,すいですはい。はい。はい、えー、ということでした。はい、はい。えー、とあと、えー、時間的にで、ね、あとお二方ほどまだ質問を受けられると思います。いかがでしょうか。今日はどうもありがとうございました。楽しかったです。あの先ほど岡野さんがおっしゃった通り。 につながるんですけども、今あのガイナーレ鳥取の G.M. やられてると思うんですけど、これはですね、やはりあの今サッカー界がこうある通りだと思うんですけど、川口さんがあの J. リーグを作られて、でその流れですごく地方盛り上がってると思うんですね。その中でやはりそういった影響で、あの今鳥取全国で見ると一番ちっちゃな県で。 えと56万人ぐらいしかいない町でやられていると、なぜそういうことをや,らやろうとされているのかっていうのをぜひ聞きたいし、はい、ぜひ盛り上げていっていただきたいし、はい、J に上げてください、はい,、はい、いお願いしますす、はい、そうですね私ももう、気づいてみれば、もう鳥取に9年おりまして、なんか東京に帰ってくると、人口多いなと。 本当にね、日本で一番あのー、人口が少ない場所に、まあまず J リーグのチームがあるっていうのは、私はちょっと奇跡だなと思いながらやらせていただいてまして、まあ、本当に川口さんが、えー、J リーグ作られて、で今もう五十三チームですか、えー、全国にあるんですけど、五十四チームですね。ありがとうございます。すいません、五十四チームなんですけども、まあ本当にこうまあ大変なんですよ、その代わり本当にこう。 地方クラブってていうのは色々大変でして、えー、まず私なんかも営業接待、えーまあ、広告もう全てやっておりまして、まあ、GM というと聞こえが良くてなんかハマキスってればいいのかなと思ったんですけど、まあ、全くそんなことなくてですねもうお魚売ったりですねお肉焼いたりですねもうサッカーとかけ離れたことばっかりやって,て何屋さんか分からないんですけども、まあ、そうやってもう地方クラブはいろんなことを考えてやっていかなきゃいけないんですけどまあ本当にその。 私もまず J リーグできてああいうピッチああいう芝生の上のピッチでまずそのお客さんの前でやっぱサッカーできたことっていうのは本当に嬉しかったですしそれによって日本もそうやってワールドカップに行けるようになって本当プロカーになってから急激に日本のサッカーって成長していったと思うんですよで私も本当に感謝がありますしで私なんか本当無名な人間がここまでこういうところでお話もさせていただくことになったのをそうやってね J リーグの ができてそういう皆様に支えられたっていうのがあるんでまあ鳥取は田舎のクラブですけどまあそういうとこが盛り上がってもう一度サッカーやれる喜びとか J リーグできた喜びとかっていうのをなんかそういう田舎のチームからもう一度なんか発信していけたらいいのかなと思って私もねもう20年経って恐ろしいことにあの野人がですねついこの間大王取締役になっちゃったりとかしてですね大丈夫なのかな世の中みたいな感じですけども。 まあ本当にそれぐらいこう私も責任を持ってとにかく、もちろん外慣れなんですけど J リーグっていうものを絶対こう続けていかないといけないなっていう今の子どもたちに夢を与えなきゃいけないしですしやっぱ昔みたいにもっとエンターテイメントみたいな感じで J リーグまあスタジアム行ったら面白いよみたいな,なんかそういうなんか雰囲気を作れたらまたいいのかなと思うのでまたサッカー知らない方がいっぱい見に来ていただいて。 なんか盛り上げていただいてっていうなんかそういうのを鳥取から発信してやらないといけないんでまずやっぱり鳥がいなりがまずゼーツに上がることえそしてまあいずれジェイワンですけどまずゼーツにまず上がってまたこう,うんなんていうんですかね鳥取でもできるんだからみたいな感じでやれればいいのかなと思っております頑張ってやっていきたいと思いますはいはいありがとうございますえっ、ー、と残りよし方先ほどこちらの方が手上がりましたか もう一度お願いできますか。あ、はい。えっとっちのですか、ね。ニット帽をかぶられてる方じゃないですか。帽子かぶられてる。帽子かぶられてる。はい。はすみません。ええー、指名していただいてありがとうございます。今日は。えっ、ー、と、貴重な、あの、お話ありがとうございました。えっ、ー、と、先ほど、あのー。 かつての,あの昔の話をあ,のあったと思うんですけど、えー、と当時、フランスワールドカップの時って日本だとい勝ぱ敗1分けの勝ち点4はいけるっていう,ような風潮がとてもあったと思うんですけどそういった選手の方々って実際に報道されているような下馬評とか相手の選手の情報とかっていうのは見てますかあとはプレーに影響することとかっていうのはありますか それはもう岡田さんが一生いっぱい1分けでいくぞというのはも,うもちろん、まあ、会社じゃないですけど、まあ、理念じゃないですけど岡田さんがそう言って言ったならそれを目標にもちろん選手も向かっていくのでもちろんあのあのアルゼンチン、クロアチアジャマイカだったので、まあ、アルゼンチンは 初めてのワールドカップ出る日本がさすがにちょっとアルゼンチンにもちろん勝ちにはいきますけど、まあ、計算でいくとどっちかというと負けるのかなとでもクロアチアはヨーロッパのチームなのでもしかしたら、うん、やり方によっては日本は勝てるあ引き分けに持っていけるもちろん勝てるかもしれないでジャマイカは勝てるっていう多分岡田さんの、うん、なんていうプランだったと思うんですけど、まあ、もちろん選手はそれに向かってトレーニングしましたし 全くそれで岡田さんのせいにするとか、全く選手はなかったですし、絶対一勝してやろうというのもありましたし、ただもう本当にアンドギーは初めてのワールドカップということで、なんかこう、今みたいに、どういう内容でとか、こういうふうに勝ってやろうとかではなくてですね、とにかくその出れたっていう喜びと、まずこのピッチの上で、とにかく日本ができることをやろうという、そっちの思いの方が強かった。 だと思います本当にこうもちろん勝ちにはいってましたけれどもまあただそのやはりあの時がねいろいろあってカズ、まあ、さんが、ね、メンバー外されたりしてたので、まあ、そういう逆の意味のプレッシャーは選手にはあったのかなと思いましたけど、うん、なんかそういう何て言うのかな本当初めての歴史だったので日本が。 本当に先ほども質問で出てましたワールドカップのピッチに立ったというまずそこの、ま、ず歴史の一歩だったとっいうのはまずあったのかなと思うのでもちろんその勝ったら最高でしたけどねでもあんまりあそこで勝ちすぎちゃうとなんか大したことはねえな世界みたいな感じになってたかもしれないですね、<laughs> 私の中ではだってアルゼンチンなんかもどんだけ歴史あるのって話ですしそれこそ憧れてアルゼンチン見てた。 日本が初めてワールドカップで出てあそこでばばばばんて勝っちゃったら大したことはねっ,っすねみたいな感じにもなってたのかなと思いますだから一歩一歩こう日本が世界にこうあそこから追いついていってるもしかしたらこれから追い越すっていうななっていくと非常にこう J リーグ含めてあのサッカーの界が強くなっていくまたこう物語ができていくのかなと思うので、はい、そういういいい感じでございます、はいはい、ありがとうございました。 さあであのまだまだお聞きしたいんですけども、えーね、ちょっと時間が来てししままいました、はい、さあそれではここで,です、ね、皆さんに一つお知らせがございますワールドカップ初出場決定から20年を、えー、記念しまして朝日新聞の特別号外が作られましたこちらなんですけれども、えー、こちらの号外は20種類ありまして選手や関係者の皆さんのショートストーリーが20編載っています、えー、それをつなげると20年前の出来事が蘇みがえる作りになっています、えー、特別号外はビアレストランンのキリンシティや えー、ブリティッシュパブのハブの一部の店舗で手に入れることができますまたはパソコンで「ジョホールバルの歓喜20年」と検索すると朝日新聞デジタルの特設ページですべて読むことができます、えー、7日に東京スタジアムで開かれるシリア戦でもこちら配布されますあのとっても読み応えのある20編になっているんですけれども牛尾さんも登場してらっしゃるんですよね、はい、あの取材を受ける立場にもあって <laughs> 各立場じゃなくてですね いやそういったあの本当にライターの方とかです、ね、あの当事者の方々もそうですし、はい、岡野さんも出てらっしゃるんですよね、はい、非常に読み応えのある内容になっていますので皆さん、ぜひこちらの方あの読んでみてください。こちらが、はい、岡野さんです、はい、ということで、はいえー、本日はあのたくさん濃いお話を伺ってまいりましたけれども、はい、貴重なお時間を岡野さん、本当にありがとうございました。 はい、会場の皆さんもどうもありがとうございました。いしたいはい、えー、本日はあのうしょうさんも今日あの貴重なお話をたくさんいただきまして、ありがとうございました。さあということで,です、ねあの、本日のトークの内容のもようはです、ねえー、後日、朝日新聞デジタルの特集としてお伝えいたしますので、そちらもお楽しみにしていてください。とということで ではあの改めまして、えー、岡野さんに、えー、拍手で、えー、をお願いいたしますどうもありがとうございました皆さんありがとうございました皆さん,あ,皆さんあの日本大を応援しましょう,そうです予選から応援しましょうはい、本当にありがとうございました牛尾さんもどうもありがとうございました,ました本日はありがとうございました ということで1時間半皆さんどうもありがとうございました、えー、缶やゴミはですねショーホールの扉を出たところにゴミ箱をご用意いたしましたのでそちらへ捨てていただくようお願いいたします、えー、くれぐれもお忘れ物ないように皆さんお気をつけてお帰りください本日はどうもありがとうございましたありがとうございました